君急いでるだろう。こうしよう。おじさんが邪魔したことをお詫びするよ。うとりあえずっていうかなんか奥でなんか倒れてるやつおる。おっそうすう。完璧な一日。こちらのゲームをプレイしてみようと思います。 マイクロペー,サーどうぞよろしく。ということでこちらのゲーム2022年2年月 PC 版ですが PC 版も長いことね正式に日本語対応がしていなかったゲームになるんですけれども2023年10月プレイステーションですとかニンテンドースイッチで発売されるのをきっかけに PC 版の方も含めてようやく日本語対応したと。 そういういいゲームでございます繰り返される1999年の最後の一日あの時代に残された後悔や夢にもう一度向き合う完璧な一日であなたと彼らだけの喜びや悲しみを一緒に体験しよう。ってことで多分ですけど完璧な一日それを迎えるために何度も。 ループしたりするんじゃないかなって勝手に考えてるやつです。実際のゲームはどんな感じか今からプレイしてみてやってみようと思います。ってことで一応なんかねオプション見るとプレイモードが探索モードっていうのがデフォルトになってるんですけどこれを変えようとするとストーリーモードっていうのがどうやらあるみたいで ただ、ストーリーモードでは、ストーリー展開中にヒントが表示されます。物語をスムーズに体験できますが、自由探索の楽しみが減る可能性があります。っていうことなんで、まあ多分、ストーリーモードに切り替えると、自然と完璧な一日が迎え入れるようなシステムになってんのかなと、そういう予想でございます。なので、デフォルトの探索モード、これでやっていきましょう。スタートです。 トゥーアワーパレンツペアレンツトゥーアワーペアレンツうん UFO の謎あ風がろうそくを吹き消したなんだ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 月明かりが窓から差し込みみんなで呼んでんのかな 家の中はまるで銀の薄絹をなんて読むんかな <laughs> なんか背中になんか貼られてる女の子とかいるなあまたあの夢だ実に穏やかな光景だった授業がねなんか本読みしてる感じやんね なんや、賃料でいいのかい僕は俺の名前が賃料ですかい立ちなさいえあはいあ今日は何日だえあそんな間違えんのえ ?99 年12月ってことでいいんかな99年のお話って聞いてますけど 年末も年末です九99年12月31日今日は31日です20世紀最後の一日ですよくわかってるじゃない待ってたれ眠りするなよ先生僕本当に、うん今日は1999年最後の一日だそんな大晦日に授業え期末テストまであと何日だ卒業テストまであと何日だ それも当たってなさいウソやんマジっすかこの6年2組一体どうなっているんだえ班長の賃料は朝自習中に寝るしすいません学級委員のなんて読むの養蜂丹蜂が人に宿題を移させるとは先生「亮」 うん、ちょっと人の名前むずすぎる問題ですけど両学君から頼まれたけど俺は写させてませんあ言い訳は通用しない先生先生 <laughs> 全員全員むずいね名前振り金振ってくれ西邦君西く君のでたらめなんですあ俺やってません朝の自習が終わったら職員室に来なさい くく君とん君くく君とく君は僕の親友だ。このままじゃ二人ともおしまいだよ。言うね学級委員のカウンかなもうまだ来てない。先生のことが眼中にないのかね。失礼しまーす。誰か来た。教室の外から声が聞こえた。失礼しまーす。もうおはよう入れ。入りなさい。あ、女の子でした。あ カウンなぜ遅刻したね寝坊しましたおうしょうやん,んみんなちゃんと起きられるっていうのに学級委員が寝坊してどうするなんか日直みたいなん書かれてるね黒板にはあ、どうしたんうん泣いてんのか入れ席につきなさいな泣いてはない あいやでもちょっと目うるうるしだよ僕の後ろで一層そう音こうとがしたカウンさんが席についた教室はしんと静まり返っていたああいつも不機嫌だなはい教科書の続きを読みなさいベートーベンはそばに立つ兄弟を見てベートーベンは。 そばに立つ兄弟を見て普通に授業が進んでいったんだあええー、あ各クラスの担任の先生にお知らせしますあ各クラスの担任の先生にお知らせします2回言うてくれたスピーカーから校長先生の声が流れてきた本校は休みを1日繰り上げ本日より休みとしますいやもう学校来てんやけどな先生方担任の先生方は 生徒を速やかに下校ささせてくださいあら皆さん気をつけて帰りましょう皆さん気をつけて帰りましょうちょいちょい2回言うなまったく大げさだなブツブツ朝の荒れごときでうんブツブツわざわざ休校なんて何かあったんかご本皆さん正月休みを含め4日間の休みとなりますが冬休み短適度に休み宿題も忘れないようにもうすぐ中学受験です そそろそろ緊張感を持つべき人もいますよね。は、みんなポカーンとし一瞬教室が静まり返った受験とかあれ中国はなんか全員受験生なあかん感じなんかな何何んで急に休みになったわけ理由もわからないまま教室はたちまち大騒ぎになった休み休みだ本当に休みになったあ完璧な一日の始まりだ とということ気をつけて帰るんだぞは王先生は教本を抱えて教室を出ていったええこれは改めてちょっと調べたけど「義」「義」とか「き」って読むんよな多分あれ「義くん」とであれは「ハ藩」かなだから「藩くん」そんな感じでいこう「義くん」と「藩くん」を連れて。 もう他に、読めへんキャラ出てこんどいてこいくれよ僕が休みに気を取られているうちに皆も帰ろうとしていたおカウンさんはすでにリュックをまとめ教室から出ようとしていた休みとか関係なしに今日こそあれを渡さなきゃなんや追いかけよう何渡すんおあセーブ入りましたようん カウンさんあんなに急いでえ見失っちゃうもっと早く歩かないとカウンさんの家は百姓銀行の高層ビルにある百姓銀行を目印に行けば追いつけるはず左下の足跡ボタンを選択して行き先を決めよう一応コントローラーでプレイしてみてるけど こんな感じで,できにはね十字キーの上ボタンを押してもいけるいやもう地名全然わからへん <laughs> あこっちで間違いないあ進んだよなんかはうん歩いて20分が経過した結構歩いたね僕は足早に歩いたそしてついにカウンサーに追いついたおやったやん 今日のカウンさんは様子がおかしかったそうやなちょっとナイツアっぽかったもんなその時急に道を塞がれたあブツブツ今日が最後の期限なんだななやだ誰、誰ですかこんな時に道を塞いちゃて塞いちゃっておじさんどいてもらえませんかタバコ好きのおじさんあ タバコ好きのおじさんあ気がつかなかったあタバコ好きのおじさん <laughs> いや別におじさんでええけどな <laughs> 学生さんかそんなに急いでて遅刻したかな僕が急いでるのもわかってるならといてよえ休みになった何これ洗濯か休みになったしかないんですけど学校休みになったんです休みかどうしてだろう 教えてくれるかないやなんか校長先生がなんかスピーカーで急に「なんで休みになったんだっけ?え」えああそういうのが選択できるのか自分もわからない朝自習の時休みになったって校長先生が校内放送で言ってました理由は言ってませんそれはおかしいな学校が休みになるのは大事だから君急いでるだろこうしよう おじさんが邪魔したことお詫びするようんとりあえずっていうかなんか奥でなんか倒れてるやつおるすまないね早くといてよ俺がといたらいいんちゃう普通にすっと縁があったらまたそう言っておじさんは去っていったあこのおじさんどこかであったような気がする次はどこへ行こうかなにこれこういう感じで進めていくのか 向もともとこっちから来たんよな俺はだからで普通に百姓銀行の方に多分行こうっていう流れよね今はカウンさんどこ行きましたちょっと見失いました50分経過めちゃめちゃトいんやねこうかカウンさんだ見間違いじゃない 近くにいるえこの賑やかな街にまるで僕たち二人しかいないみたいだえどうしたどうしたあ追いついたよどうするゆっくりついていくのもななんかずっとついてきとるあいつってなるからもう追いついちゃった方がいいんじゃない足を早めようとしたけど 足が言うことを聞かなくてえなんでどうしても早く歩けないなや夢の中にでもおんのかおその時うんおカウンさんが不意に立ち止まったまさか気づかれたんじゃ少し緊張したいや別に気づかれてもいいんじゃないのうん何これおしまいただカードを渡したいだけなのに あ、それだけやったらもうじゃあさっさと渡そうカウンさんに無視されるようになっちゃったらどうしようえ立ち止まって気づかれたかもしれんみたいな状態やからもう喋るかけ喋るかけカウンさんに叱られる前に謝らなきゃか、カウンさんかって言ったってことはカウンさんの読み方当てたっぽいな私の後ろについて 楽しいこのまま家まで来るつもりえならついてくればあ皮肉っぽい感じがすごいカウンさんの冷たい言葉に僕は思わず震えたそんな怖い人な少し緊張したなんかステータスみたいなのあんやなカウンさんに気づかれたその時近くのレコード屋から突然歌が流れ始めたこの歌は確か「昇進北極海」 なんやそのタイトルって言うんだっけカウンさんオレンジどこなこっちっていうのが嘘やったらまずいからシンプル誤りでいいんじゃないごめんなさい緊張する行け行け僕もあ,あ,あれ帰り道こっちなんだあれ俺あれ俺上を選択したつもりやったんやけどこっちって私の家まで来るつもりあなたの家こっちじゃないでしょほら 関西に嘘を見破られてししまったおい少し緊張したもうたどんな緊張するねお前は陳亮君は何をしたいわけぼ僕はカードを渡したいんですお渡せるぞ心臓がドキドキとうるさい本当にカードを渡せるのかな何これハート2付きの選択肢は緊張に耐える能力が要求されるえ でもこれしか選択できひんでハート位置は今の緊張度を示している RB を長押しすると確認できる緊張に耐える能力が足りなければ緊張しすぎててできないことも出てくるあらそういうことか僕ええー、とじ <laughs> なんで泣いてた昨日まで普通だったのに今朝教室であ今朝 今朝ですううるうるどうして泣いてたの遅刻したからあ気にしないで大丈夫。カウンさんはそれで目を拭った。あれまだ泣いてんのか本当に大丈夫おう僕。えー、もう一回聞けるし、また。カード渡してれあ、緊張しすぎて無理なんかどうやら今はカード渡せなさそうだ。残念でした。 じゃカウンさんすいません家着いたよあなたももう家に帰ってあらカウンさんはそう言い残し言ってしまった誰もいない町に僕だけが一人取り残された誰もおらんのさっき道端でなんかん酔っ払って寝てるおっさんおったでグリーディングカード一つでどうしてこんなに緊張するんだろうグリーディングカードとかなんかそんなあったな 今度は絶対に緊張しないで太っちょ仁良君誰かは僕を呼んでるあ太っちょもうせっかちなんだからそんなに太っちょじゃないかな西邦このままじゃいつまでたってもカードを渡せないよ西邦はクラスで有名なおせっかい焼きだ <laughs> そうなんや <laughs> おせっかいで有名ってなかなかすごいなもしかして僕の後ろをつけてたんじゃ完璧な一日を過ごしたいならあれあの雑誌を使わなきゃヒントあげたからねへへ。な、え、ん、ー、じゃこいつさいが言ってた雑誌ってもしかしてそうそう今日はこれを使わなきゃあ棒付き飴オレンジ味の棒付き飴キクくんの大好物だ最後は僕に棒付き飴をくれた 先に行くね君は今日どう過ごすのかなへ,へへ。な何やこいつ僕は何回もループしてますみたいなそういうやつか最ホって前からこんな変な感じだったっけやめたれそれに僕があの雑誌を持ってるってことをどうして知ってるんだあの雑誌気をつけなきゃもう30分も経ったやんやげいや最後のことはいい今日は絶対グリーディングカードをカウンさんに渡さなきゃ カウンさんのの家は道の向こうにあるここで待とうあらええエイリアンの新目標なんかエイリアン出てきたカウンさんを待つはあなんかオープニングで出てきたね UFO の謎何これポストモダン版この雑誌だ西郷はなんでこの雑誌の秘密を知ってたの 秘密ああんや今は1枚のカードしかないこれはタイムスロットうんーどう使うのカードをタイムスロットに入れるだけでいいよねはカウンさんを待つこれをこれでいいのか行くあカウンさん家のビルの下で待つことにした カウンさんその上りでくるでしょお醤油とかお砂お使いを頼まれたりカウンさんを待つ <laughs> 何それちょいちょいなんかゲームの世界観と合ってるかなあの辺の UI とか僕は決心してしばらく待つことにした時々街を歩く大人が僕を指さして今日子供たちはみんな学校サボりなのかとつぶやいてたうんなるほどね 何しようえ道路を走る車数える。いやー、まあんま子供やったらそれぐらいしかすることないんかビル眺めとくビル。カウンさんちのビル見る。あ。百姓銀行っすよね。カウンさんはふり花で一番高い百姓銀行の家族寮に住んでいる。ふり花ってなんだ地名かこのビル。 28階もあるらしい僕はカウンさんが住んでいるビルを見て1階から数え始めた <laughs> あ、ーなんかわかる12310分経った <laughs> 27あれ1階足りないあらカウンさんは下に降りてこなかった数え間違っとるやんけこれからどうしようちょっと待ちくたびれてきたええー 道路を走る車を数える暇やな僕は道路をじっと見つめた夏利夏利の車が3台メーカーかな車のザンタナの車が2台あと遠富のトラックが1台目の前を通り過ぎていった合わせて6台全部知ってるメーカーだったなんか楽しそう10分経ったらまたカウンさんは現れなかったこれからどうしよう いつまで待てばいいんだろう暇なんやろうなもう一度カードを見るもう一度カードを見てみようカードリュックのどこに入れたっけんリュックを開いてクリスマスカードカウンさんへのクリスマスカード送る勇気がなくてニューイヤーカードになっちゃった何言うとんねで雑誌とお金ポケットにあったたったの4元お金がないとご飯食べられないよ 時刻の沙汰も金次第どうしたどうしたなんて信じないぞこれをなんか使えんのかパワーを感じるけどどう使うのかまだわからない、はああでクリスマスカードカウンさんへのカード、はあ、あらおしゃれなずっと友達カウンさんはずっと僕の友達でいてくれるかなカウンさん もうすぐクリスマスマだね一緒に学習サークルに参加することができてとても忘れがたかった、はあ、小6にしてはなかなかな文章がね問題を説明している時のあなたはとても真剣だった BS 大学期は僕も頑張って勉強して私立第一中学に合格する PPS カンは何あれ眼光含む香るって書いてるあれ含む香るで眼光に似ている 大丈夫かなバカにしてる感じじゃないかななんか下手くそな文だなちょっと書き直そう。え書き直すもうすぐクリスマスじゃないんじゃないのあ、書き直せへんわ。書き直すって書いてるけど何も別に。ログが見れたりとかなんも。あ、この辺は変えれるね。 一緒に同じ教室に座ることができて「楽しい」に書いたりとても楽しかったああ初めて彼女が名字をどうしたどうしたどうしたなんか急になんか喋ったぞ変えたら喋ったんかな今これあもう直さないええー、丸直すわ。 はてなちょっと待,待っときな。ここのクリスマスはやっぱ帰れへんやな。問題を説明している時のあなた。宿題を。宿題をしている時のあなたは。んーなんか帰るとちょいちょいなんかし勝手に喋ってくれるな。とても集中していた。カウンさんみたいな真面目になれるかな。大学は僕も頑張って。ここ帰れへんか。勉強して。 私立第一と工場第一中学って全然ちゃうやん。これはこのままでいいんかな。カウンは頑固は変えられない。なんかわからんけど、しょうもない文章に変え、変えれました。あ、自分の名前を変えれんのこれ、弱虫とかバカとか。さすがにこれは、あ、変えてもらった。お、バカ。直そう。<laughs> 賃料で言っとけ。弱虫になってもらった。 違違違違う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 謎ちちんりょちゃんと選んでじいちゃんがつけた名前はは勝手になんか呼んでくなこれでいいうんこれでいいかカウンさんは下に降りてこなかったこれからどうしようなんか勝手にあオお,おオートになってんのかなあこのアホー うわぁ。オートボタンを押すと、ボタンを押さんと勝手に読み進める仕様になってるっぽいね。危ないね。緊張した。知らぬ間に突然、大きな手に耳を引っ張り上げられた。音出てきた。ここで何やってる父さん。なんで工場に行ってないんだ。このアホ、聞いてんのかここで何やってるあれ、やべ。カードを私には言わん方がいいんじゃない 何もしてないなな、何もしてないよ学校サボったんだろうかいや、違いますしつけが足りねえのかいや、サボってないですあの、向こう側にもあの子供見えてないですかさ、サボってないよ学校休みになったことを父さんに伝えたそれで休みになった理由もなしに妙だなそうなんですなら家に帰るぞえいいのでももうちょっとカウンさんをちょっと待とうと思ってるんで 帰りたくない。緊張しすぎて無理。お父さんに言えないんだね。今帰るの帰るって今から。どういう顔やそれ。家にも帰りたくなくなったのか。ほら行くぞ。家に帰って宿題してろ。はカウンさんが降りてくる前に。いや1時間20分も経っとる。父さんと鉢合わせしちゃって家に帰ることになった。 お昼を食べたら午後、もう一回カウンさんに会いに来よう遠いんじゃないのここカウンさんを待つ2時間。はあ,あよう待ったなああなんか進んでいってるっぽいよ僕は自転車の後ろに乗った父さんとは特に話すこともなくチリンチリン自転車の後輪がギコギコなる音だけが響いた 二人乗りで帰ったんですね。着いたぞ。降りろ。あ自転車を止めてくるから、先に家に帰ってなさい。はい。先に家に帰ろう。あ、ここでもなんか歩く的な。うん。何ぐずぐずしてるんだ。早く家に帰るぞ。おはいはい。父さん、今日はご機嫌斜めだな。もう一回、もう一回喋るわけだろうか。ああ、さすがに怒らへん。ブチギレたりしてくるから、と思ったけど。 家の下から中に入んにはドアドアのソッとえそういう移動の仕方階段を上ろうとした時誰かがふらふらと目の前に現れたあ誰だあおばあちゃんおばあさん腹が減ったわい食べ物はどこだいん孫さん孫さん誰かお探しでうちのおばあちゃんとかじゃないっぽいよね食べ物食べ物はどこだい 父さんポケットからポケットから肉まん孫さんどうぞこの肉まんでまずは空腹を和らげてください今回は俺が交番にお連れしましょうかえ食べ物う先に言ってろ父さんはこのおばあさんをペッおな何やこいつおめえのもんはいらねえうちの孫がくれるのがいい 孫さんなん孫なんどっちなんんてか俺のおばあちゃんなもしかしてうちの孫がくれるのがいいとか言ってるけど私を大切にしてくれるのは孫だけなんじゃおばあさんはパシッと肉まんを地面に叩き落とした最低ふらふらと言っちゃったなんじゃいつまたあのいやややこしいな尊敬のばあさんで会ってんのかい <laughs> はあ。さあ家に帰ろうか 何のイベントやってうん。なんじゃい中入らせ。これでうちの防犯ドアの鍵がよく壊れる。身内以外誰も防げない。何これカチャオープン。暖房がよく効いている。気が楽になった。 ここは僕の家だアルミ製品工場の家族寮の2号門302号室ああそういう感じないねあれ母さんいつも家に帰ってきて料理を作ってるのにまだ帰ってないんだ本当に戻ってないんだな母さんどこ行ったんだろうおおんでお母さんおらんの父さん母さんはまだ帰ってないの母さんちょっと用事があるみたいで。 お昼は作れないって。今日は父さんが作ろう。ええ、母さんお昼は餃子って言ってたけど。餃子もない。今日は麺だ。麺何麺ちょっと待ってなあ。でも母さんは餃子って言ってたのに、いやあ,あんまそんな口答えせんうが。父さんはテーブルの上の鍵を見た。どうした父さんは鍵を自分のポケットに入れた。あれは父さんの鍵今朝忘れていったのかな あれは父さんと母さんの寝室の鍵だよな。もしもっと早く家に帰れば。え父さんはクラフト、クラフト紙の袋をローテーブルの下に置いた。そして本棚の前に行ってあちこち探った。ごそごそ。ごそごそ。あほ<は>どうしたごそごそ。金は何もない。金は一体どこに置いたんだ 父さんの50元見なかったかいや見てない見てない。え父さんの50元を見なかったかと聞かれた。知らん。あお前の部屋も探してきなさい。お前が探せよ。ああ、ぐずぐずるな。なんじゃい。父さん僕が金を盗んだって疑ってるんだ。最低。そんなわけないのに。レッツゴーの。 ポスター貼ってるあれ <laughs> ミニ四駆のああこれでなりんにや探,探すんか椅子にお金があったらお尻にくっついちゃうよねんなことはない母さんが作ってくれたクッションの下にここにはあれ謎の銃元札使っていいかなあれほんまにお金出てきたんやんそんないつの間にここに隠したの やばい。俺、疑われてるから、余計にやばい。レッツゴーのポスター調べられるこれ。これか。父さん何考えてるんだよ。お金が僕の部屋にあるわけないじゃない。はあ。ここにもない。うないんかい。じゃあ、この、なんだ、衣類クローゼット的な、 母さんのクローゼットだ古い服の中にお金はあるのかなないんかいやばいなんか時間が経過していってるぞ引き出し僕の引き出しにお金があるわけないじゃん悪かったなうん寮呼ばれてる飯だ飯だぞお前が金探したこう言うだから母さんにはこんな風に呼ばれたことないわかった 聞こえてるから叫ばないでよとりあえずメッシあメッシー父さんお前何か見つけたかうんと10元見つけたよ見つけたうんとこれか直接お金を父さんに渡しちゃうと言い訳できなくなる別の方法でお金を渡せないのかなあれ 父さんは本棚の前であちこち探し始めた本棚の下を探してるみたいあん何を見つけたんだえー、じゃあ見つけてないって言った方がいいのかな一旦何もなかった本当に何も見つからなかった父さんは信じてくれたああよかったやん少し反逆的になった何それなんか変なステータス金が逃げるとでも言うのか なんて言ったクソがハ <laughs> 父さん汚い言葉使っちゃダメって母さん言ってたよ母さん母さんって母さんが作った料理の方がうまいだろう,うん多分そんな感じっぽいな父さんが作った麺はあく食うのかとりあえずお箸を持とうあすいませんお,お箸はいでズルズル 塩が入っってないっぽいぽ何味をどうだほんまに茹でただけのただの麺どう答えたらいいのおいしい <laughs> ええかなこれもまた反逆的おっおいしい緊張してる父さんりょういつも言ってるだろうああおいしいならおいしいおいしくないならおいしくないって言え 父さんに嘘がばれたあらどう答えたらいいのじゃあおいしくない味しないよ母さんだったらおかずくらい作ってくれるのにこの世で一番なのはやっぱり母さんだな母さんは料理もできるし絵も描けるしタゲー多彩だろうええ、父さんはアルミ鍋を作ることしかできないもう仕事はできるよと面で我慢しなすいませんで 父さんに何かできる緊張するけどできる何を喋ろうかなえ喋るのやめる <laughs> 食っとこう普通になゆっくりゆっくり普通にな食べとこう父さんの話を聞いてみようズルズル味はあまりしないけどスープがあったかい <laughs> 温度を褒めてる少し気が楽になった 大丈夫かズルズル父さんはうまそうに食べている麺に夢中で何も喋らない麺はお椀にナ々と入っているりょう、ちょっとテレビをつけてくれはいお、男性アナこんにちはお昼のニュースをお伝えします本市の職員たちは路上での特殊な違法営業事件を解決しましたんクズ と名乗る男性が路上で鍋を販売していると市民より通報がありました職員たちの速やかな判断による商品が没収されましたがクズと名乗る男性の精神状態が不安定であるためあのクズがクズでいいんかなはっはっは父さんは何かしているようだなんや食っとことりあえずゆっくりな 緊張がほぐれるんちゃうかこれでズルズルスープがあったかい少し気が楽になったこれ以上ステータスさんの心臓のやつは下がりはせえへんのかな目に夢中で何もしゃべらない目はまだたくさん残っているどどうしよう一,一気にじゃあもうガツガツいったれ早く食べようズル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  勢いよく一気に食べるちょっと気分が悪い少し緊張したなんでやね <laughs> 飯食って緊張すんな父さんうまそうに食べている麺にムチで何もしゃべらない麺はまだ半分残っているえお菓子をおろしたらおろしたなんだどうしたもう食べないのか腹は減っては戦ができぬちゃんと食べなさい た食べるよほんの少しおとなしくなったあ反逆がなんかそういう風にステータスをいじりつつえ時間進めてなんかやっていく感じってことかなゆっくり食べてど作の話を聞いてみようあったかい一応時間は進んでってるよね何も喋らない 同じニュースばかりじゃないか。キレてる。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は1999年12月31日です。ニュースです。ふりはなの再就職促進に伴う職業技能研修の募集は順調であり、スタッフの紹介によると今回の研修内容は、特に失業者は無料で参加でき、うん。予行書店、書籍の、海、海原、海原、 本に黄金あり本に宝石あり旅行書店書籍の殿堂何これ CM? 最新ベストセラー我々には拒否権がある好評販売中んじゃこれ旅行書店あ昨日の放課後今日は僕のハンガーに一直だっけああこいつが閣議かなりょうくん あの新しいほほ本屋マジですごいぎくんまた日直をサボって本読みに行くつもりだな知らなかったなんて本屋なのよよよこかかかうんもああの本屋がお気に入りらしいぜよよよよよこ書店 <laughs> いやそこ噛んだところまでやめたれよこよこ書店変な名前ぎくんが言ってたのはよこ書店のことだったんだ なんじゃこれ、はあ、午後はカウンさんを探しに行こうこんな本屋ひくのにいくらかかるんだななんじゃい一応あ食べて本屋に行こうってなった行ったれい味はどうでもいいかうんーかわいそうズル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 一気に食べ終わってしまった 一応物語的には大丈夫よね一応進んでるよね金はこれだけで足りるだろうか父さんは工場に行くりょうお前はこう家にいろちゃんと宿題しろよいややばいぞ本屋に行こうとしてるぞ俺無視したろ答えない <laughs> 行ってくるさよならなんか急いでたなどうか開きっぱなしだふん あれこれは鍵に貼られた白いテーブルには休憩室と書かれている。あれ工場の鍵。工場行くのに。忘れて貼ります代わりに取っとくか。はあ。父さんあんなに慌てて家を出て。残りの時間、何しよう決められない。今日は必ずカウンさんにカードを渡すんだ。本屋に行ってカウンさんを探そう。予定の時間だ。 うん1時間たったあっ全然最高の1日じゃない気がするんやけどすでに大丈夫かい予行書店にじゃああ次進めていく感じっぽいんですけれどもまず第1回目はこんな感じにしておきましょうか これでどんな感じに <laughs> 完璧な一日を迎えることができるんでしょうねループしていくのかどうかちょっとまだそこまでは確認できてませんがまたそのあたりも含めて次回プレイしていきたいと思いますそれではまたよろしくどうぞ